田島隆原作、高橋正大作画による漫画。第一シリーズは、プレイコミックで2013年8月号から2014年7月号まで発表され、その後2014年9月30日発売の、別冊ヤングチャンピオン2014年11月号から2016年5月号まで、ビッタレ、と解題の上、連載された。元国道でシングルファーザーの司法書士を、 主人公とした作品。同じく田島の作品である、カバチタレ、や、極悪願望などと同様に、田島の出身地である、広島県を舞台としており、タイトルの、ビッタレも広島弁で、幸せ者社を意味する方言である。普段は、ドジでお人よしの主人公が、弱者のために、敏腕司法書士となり、それでも法では解決できない。 理不尽な問題には元国道として凄みを聞かせて解決しようとする三つの顔を持つ男の物語である。本校では2015年に独立局などで放送されているテレビドラマ同年秋に公開された映画劇場版ビッタレについても説明するビッタレのタイトルでテレビドラマ化2015年1月14日から3月18日まで 各地方局で放送されている。主演は田中圭。一部放送局では若さ生活の一社提供となっている。広島県が舞台の作品だが、撮影は首都圏にて行われている。本編開始前に、このドラマはフィクションであり、登場人物、団体名などは実在のものとは一切関係ありません。また、劇中の法令に抵触する行為は演出上の ものです。との注意画面が表示される。もみじ司法合同事務所に所属する司法書士のイブツトムは、普段は真面目な青年だが、姉の死を機に、極道の世界から足を洗った、異色の経歴の持ち主だった。姉の意地であるカリンを育てながら、時には過去に培った人脈を活かしながら、様々な案件を手がけていく。ゲスト2015年1月時点で、 放送を開始している地方局全10局が共同制作局となっている。同様の手法は2014年7月から9月に地方局など20局共同制作となった幼獣豆芝暴挙編でも行われている。千葉テレビ放送を除きすべて深夜帯での放送となっている。ネット局に関する美行映画ビッタレは2015年11月28日公開。 金田隆の監督で、竹内清人が原作者の田島隆と共同で脚本した。主演はドラマ版と同じく田中圭。ドラマ版と違い、すべて原作と同じ広島県内での撮影となり、広島市西伊池町などでロッケが行われた。主題歌は、歩みくりか巻きの森新進。この記事は、以下のカテゴリーでも参照できますびったれ。に関するカテゴリー。 この記事は以下のカテゴリでも参照できますビッタレに関するカテゴリこの記事は以下のカテゴリでも参照できますビッタレに関するカテゴリありがとうございます。